どうも、まこさんです。皆さんお元気ですか？今何度なの？ちょっとアレクサに聞いてみようか。現在気温は摂氏35度です。35度だって。まあ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 か、夏ってもんだね。はい、報告があります。はい、婦人科です。出血が多分止まりました。46日間かな、出血しておりましてですね、もうナプキンも限界、体調も限界、その中で、血の塊も出たり、こんなね、出たり出たり出たり、出血量もわーカサカサわーわーみたいな、ダラダラダラわーみたいな繰り返して、46日間やってまいりました。最後の方なんかね、特にもうわー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 って4日間くらいずっと続いてました。マジでしんどかった。はい、で私ジェノゲストっていう薬をね、半年間飲んでね、ナサニール点鼻薬っていうホルモン治療をするんですけれども、ホルモン治療が、7月の8日からスタートいたしまして、点鼻して5日間はほぼ変わらなかったんだけど、急にね、あれなんか少ないと思ったろ。点鼻薬やって1週間とちょっと、多分薬が効いてきたんだと思います。うん、出血と、貧血の感じと、この不調から解放されますけれども、点鼻薬でね、この出血が止まるってことは、まあ、更年期なんでしょうけれども、本当にね、更年期ってこうなんだっていうような症状が現れます。頭痛、ほてり、のぼせ、肩こりとか、あとなんだ、だるいとか、はい、もうだる重ですね。そんな感じになりますんで、そっちはそっちであれですけど、とりあえず舌が止まってくれたんでね、舌の方が止まってくれたんで、まあ一個解放されたのかなと、本当に良かったなと思います。はい、皆さんね、ジェノゲストは結構コメントでね、ジェノゲスト飲んでますって言って、結構同じ感じの方いらっしゃるんですけど、ナサニール点鼻薬ってさ、どうですか、やってる人っていないのかな。誰もコメントを入れてくれないんだけど、私だけなのかなこれ。もしいらっしゃって、この動画にたどり着けたらコメントください。周りにいないんです、これ点鼻してる人。はい、よろしくお願いします。注射バージョンがあるんですよ。1ヶ月効くっていう、これ逃れられないんですね。調子悪くなってもずーっとこれ打った状態で1ヶ月過ごすことになりますから、調子悪いって言っても我慢するしかないんですね。それで一応先生と相談して、これだったら副作用で具合が悪くなったらお休みすることができるんです。何日っつったかな、あんまり休んじゃうとまた出血が始まっちゃうんで、1回1回ね、朝晩の1回休んだりとかっていうことができるんで、私は結構頑張って打っちゃうタイプなんで、具合悪くても、出血したら嫌なんでね。はい、そうだから注射を打ってらっしゃる方はね、コメントこの間いただきましてありがとうございます。こういう治療してるとさ、ホルモンバランスが崩れる気がしませんか。うん、そうするとやっぱり自然にこう毛づやがなくなったり、まあ肌がね、なんか潤いがないなとか、なんか毛が細くなってきたなとか、なんかそんな気しません？私すごいすごい感じるのよ。なんか肌が乾燥し、まあ、夏だからねあれだけど、なんかシワっぽくなってきたなとか。で私おでこにね、シワがすごい増えたわけ。わかる？これさ、ライトを当ててちょっとこう美白効果にしてっからさ、ちょっとわかりづらいと思うんだけど、すっごいここシワがあるわけ。51歳ですから私。はい、それでこの間資生堂のカウンターに行ったんですよ。店員さんにね相談したの。ここ
ここになんかいいクリームないですかっつって、そしたらまあそれもそうなんですけど頭皮ですと、ここ頭皮、それで一応買いましたのがですね5000何ぼだったと思います。はい、これやってみたかった、これです。頭にこう10本、ちょっとごめんさっきやったから今やれないんだけど、10本ぐらいこうスイカみたいなね、こうやってやって目に入んないようにこうちょっと気をつけて、で、あのこういうゴリゴシゴシっていうブラシがあるといいんですけどって言われたんだけど、それはないって言ったら、こういうブラシ、この間買ったブラシ、こういうのでこうやってこうやってこうやって溶かしてくださいと、ブラシを溶かしてくださいと、そうすると、髪にハリとコシが出て頭皮が綺麗になって、なんだろう、ここ毛も増えてきて、ここが綺麗になるんですってよ。ほんとかね、ちょっと私あんまりもうそういうの苦手というか、薬をもうこれ以上何も薬じゃないんだけど、医薬部外品であんまりこうやりたくないし、あんま信じてないんだけど、さすがになんかもうね、このここだから頭皮大事、頭皮はここの面がここつながってますから、まあ多分皆さん知ってると思うんですけど、私も知ってるんよと思いながら、うん、それで一応なんかこういう治療してるとこうなんか老け込んできた気がするじゃない。で出血中で調子悪いとこう美容に目が向かなくなったりするでしょ。うん、それで私はまあ特に接客業なんで、まあ、そうも言ってらんないところもあると、ボロボロになっていく気がしてるわけですよ、この治療している中で。はい、というわけでなんとなく私このホルモン点鼻薬、始めて、しかもちょっと出血量が減ってきたんでね、少しちょっと美容の方にも、目を向けてみようかなと思いまして、みんなにも共有しようと思って、お伝えしました。これです。はい、もしよかったら使ってみてください。まだこんだけしか使ってないけど、適当にやってます。適当になんかね、スーッとして夏いいかもしれません。今日頭洗うのめんどくさいなっていう時もこれやって、髪が清潔に保たれるって言ってました。皆さんもね、いろいろ大変ですけれども、女性としていつまでも、輝いて美しく、生きたいなと思いませんか。はい、共にね頑張りましょう。はい、何の動画って、ごめんなさい、私出血止まりました。暑さに負けず、ね、冷房かけて水分取って、はい、元気にいてください。またお会いしましょう。まこさんでした。